はい、ラン姫ね、ラン機のお助けでスキルゲットですね。お助けしがいがありますね。はい、またスキル来ましたね。これは普通に義経お助けなんで、まあ、とにかくね、お助けでもいいってのが今回いいね、モチベーション高いですね、これがね。はい、やっぱね、ラン姫のお助けの方がこういういいアイテムね、出やすいですね。積極的にやろうかなね。はい、必殺のね G が来たんで、一応報告ということで、はい、どうなんだろうな、こういうラン姫とかランキーの方が G とか来やすいのかな、ちょっとあんま分かんないけど、 G ね、あんまりこれ3回目かな、 G は。はい、はい、G のね書があそこのマップというかね、ゴルフのマップにありましたね。スキルも見たけど G もあるんだね。大したお助けじゃないけど、はい、超必殺もゲットですね。神必殺は今んとこ見てないんですけど、お助けもしがいがあるからいいよね、やっぱね。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回はね、まあ最初にちょろっとお見せしたんですが、一応今回ね、まあ攻略しなくてもスキルとかね、まあ、G とかね、必殺の秘伝書が結構プニットショットゴルフでね、来るので、まあ、スキルかおすすめですよっていう話ですね。なのでなんていうんですかね、 Y ポイントある人はお助けして稼ぐのもなんかありなんじゃないかなというところでちょっとお話です。まあ一応ね、まあ、ちょっとこれ使っちゃったからね、今7個しかないんですけど、なんか G はね今まで3回しか来てないんですけど、スキルはねもう10個以上参加で落ちてて、まあ必殺の秘伝書もね結構落ちてるの で一応やるときはなるべくね、この義経の方がレベル50以上がいいですね。レベル50以上が良くて、で別に自分のじゃなくてもフレンドさんのでも良くて、でさらにアイテムはこっちのねラン姫の方が出やすいので、まあ、フレンドさんがね今ラストチャンスとかで特攻が増えてラン姫やってる人多いと思うんですけど、まあその時にねちょろっとお助けすれば、まあ、元気ドリンクねゲットできる可能性もありますし、場合によってはね、あのアイテム玉が結構スキル来るので、あんまね、ランマサ、ランガ、ランミヤビ、結局読み方最後まで分かんなかったですけど、あっちの義経の方だと、あんまりね、レベル50以上なら結構来るんですけど、なんかレベルが低いと、まああんま来ないので、まあちょっとそこだけ注意かな。はい。なんで、ただね、ラン姫じゃなくても、来るので、まあ非常にね、クリアしてなくても今最後ね3日間でこっちの賞を稼げるんでいいんじゃないかなと思います。まあ運よく元気ドリンク落ちたらそれはそれでね、それ使って Y ポイント稼ぐもよしだし、クリアするもよしだしねっていう感じで、はい、そんな感じ。一応ねちょっと他の2アカウントも軽くお見せしますね。はい、これ2番目のアカウントで、これはね、あ、これも使っちゃったんだな、必殺の秘伝書とかな。G、スキルはでも9個までいってますね。だから3回足せば10個以上は来てて、なんか G はね、3回ぐらいしか来てないんですけど、スキルはね、結構来てくれるかなって感じですね。経験値玉が一番多いんですけど、まあやっぱり結構いいよね。スキルって、だって Y ポイントで交換したらさ、めっちゃ取られるんで、これすごいいい機会だと思うんですよね。はい、なので2000ポイント得した感じもあるんでね、はい、いいんじゃないでしょうか。じゃあちょっと3番目のアカウントも軽く見せます。はい、これも3番目のアカウントで、これは G が来たか、スキルも、うん、使っちゃったのにまた復活してるって感じで、はい、非常にお得な回なんじゃないかなと思います。一応ね、私もこの例えば3番目のアカウントとかラストチャンスでプニカミ来たんで、なんでね、やっぱりここから
なんだこっちのね、蘭姫やり始める人この土日多いと思うね。はい、ぜひ稼ぎまくって、スキルはねあればあるだけいいので、で元気ドリンクもね結構落ちやすいので、はい、ワイポイント稼ぎ、まあでも自分のがね50超えてたら別に自分のだけでやってもいいんですけど、はい、お助けで、まあで私の考える限りやっぱプニ姫の方がアイテム玉出やすい感じがするので、まあこのねこっちのレベル50以上でも出やすいんですけど、はい、あのぜひね軽いお助けでも元気ドリンク手に入るのでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ一応なんつんだあのゲットしたサンプルはお見せしましょうか。はい、これ普通にお助けですね、レベル50ですね。でスキルが来てて、こうやってね事前に確認してね、でちょっと角度良くして、ちょっと角度良すぎたなこれ、いいね、あーいい感じだ、これ危ねえかな、あー隙間に行かなかったっていう感じで、はい、割と簡単にほんとゲットできるんだよね。うん、はい、そしたらねスキル来ましたんでこのパターンいきますか。なるべく直角でポンポンって感じですね、ポンポン、いいね、こんなに簡単にねスキルゲットできるなんて本当最高ですね。はい、というわけでまたスキルの秘伝書ねゲットしました。普通に義経の方で出るので50以上あった方がいいけどね、はい、これはいいっすね本当、1日1個スキルありがたい。うん、はい、ということで、まあね今回はまあ蓮くんがね強いんで、イベントクリアしなくてもね蓮くんゲットできればもう勝ち確定みたいなねイベントなんですけど、まああとねこっちのプニカミも超強いんでね、ぜひ、まあ、この2体だけでもねいれば別にプニカミ汚れいなくてもね全然あれだし、まあ、さっきも言った通りね必殺の秘伝書とか信じられないぐらいゲットできるので非常にいいんじゃないでしょうかって感じですね。お助けだけでもやれば今後の足しになるんでね、はい、今回かなりちょっとレン君がラストチャンスで引っかかんなかったんですけど、まあお得な3つぐらいいっちゃうかなイベントになっちゃってるのかなと。クリアできなくてもね、はい、楽しめる要素を今回入れてくれたのかなという感じがいたしますね。お助けでかなり、なんで G よりスキルがいっぱい出てくるのかよくわかんないんですけど、はい、まあ、神必殺は見ないですけどね、超必殺は何回も来たし、必殺の秘伝書もね、はい、かなり貯めることができたんで良かったんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。一応このメインアカウントクリアしてて、こういう3番目のねサブアカとかは元気ドリンク貯めたんで、これでね32個あってね、今プニカミをゲットしたんで12まで行って、またねラストチャンスでレン君出たら最高だなっていう感じですかね。うん、あとプニカミコインのもう後で回そうかな、はい、そんな感じですね。あとはちょっと3赤ねラストチャンス後にまたかなり火力を上げたので、またラストチャンスの多分ね47万だったら3赤で元気ドリンクなしでぶっ潰せると思うんでね、ちょっとそれ1回トライ、まあちょっと運もあるんですけどねやってみたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じします。かなりねお得なんでぜひやってみてください。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。
G がなあ、あんま来なかったんだよな。スキルばっかりですね、基本的にね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら。ここでもゲットできるね。あ、でも本当はマックス13回か。あ、13回で G もゲットできるんだ。でも13は無理だな。12までこの頑張りたいと思います。13は難しいかな。